デイビッド・ワインランドはアメリカ合衆国の物理学者、アメリカ国立標準技術研究所の物理、計測研究所に所属する。彼の業績は工学の発展、特にえ、極イオントラップにおけるイオンのレーザー冷却および補足したイオンを量子コンピュータへと応用させる研究で知られる。彼は2012年にノーベル物理学賞をセルジュアロシと共同受賞した。 受賞理由は、個々の量子系の計測と操作を可能にした画期的な手法の開発とされた。彼は、カリフォルニア州サクラメントのエナハイスクールを1961年に卒業した。カリフォルニア大学バークレー校で1965年に学士号を取り、ハーバード大学のノーマン・ラムゼーの下で研究し1970年に博士号を取得した。彼の博士論文は、 ザアトミックデューテリウムマゼールというものだった。博士法取得後は、ワシントン大学のハンスデーメルトのグループに入り、電子トラップとイオントラップを研究した。1975年に、国立標準局に入り、イオンストレージグループを作った。ワインランドは、コロラド大学ボルダー校の物理学部にも、席を置いている。ワインランドは、アメリカ物理学会。 アメリカ工学会のフェローであり、1992年に米国科学アカデミー会員に選ばれた。2012年にノーベル物理学賞をフランスの物理学者セルジュアロシュと共同受賞した。受賞理由は個々の量子系の計測と操作を可能にした画期的な手法の開発とされた。ワインランドは妻のドナクインビーコールワインランドとの間に息子二人を設けている。 ありがとうございます。